今日はこちら、ちょっとマニアックシリーズ的な感じでね、ちょっと行ってみようかな。テレビも使うんで、ラジオもね、ラジオもね、緊急事態の時だけみたいな、 NHK だけ、車の光系の、光るんですよ。カラオケできるよ。カラオケ、あ、これカラオケ用？アスカ、これはなんか思い入れがあってみたいな感じですよ。なんか昔乗っとったとか。おじさんが作ったんですか。たまたま。クジラの石巻市のやつな。そんなもん置いた。珍しいやつ置いとるってことですか。クレの復興なやつな、うん。でも最初の頃なんかこれ食べようかなとか言ったりするが、それ美味しゅうねえよとか。で、なんで、だったらなんでカンドのせいで名前しちゃった話だろ。そうだ、食中毒もないし。ああ、まあ確かに。ああ、まあ確かにそうですね。この黒ってのは何か意味があるんですか。あ、これは違う、これは例えば佐藤の黒ってあるの、あの、何焼酎。ああ、それはただそれを、もしかしたら作っときます。すみません、お疲れ様です。いや、変なとこに来てみようっていう、うん、ここだ。変なとこで飲むのがいい。あ、美味しい。これ缶じゃないですよね。飲む缶缶がなんぼかな。450円かな。400円か、缶ビール450円で、生が500円だ。あ、そうなんです。500円、50円違い。でも缶の店よ。缶の店。そうですよね。ランチさん、いや、缶詰がある。悩んだ。いや、今はこれなんですか。そこが映えるとこだったらしい。もっとアイスクリームやったらしい。ああ、そうなんですね。それで結構そこで撮るんだった。なんかペイントブシ取ったみたいな。あ、それ剥がしてみたいな、今、みたいだな。私も触ってないよ、お金がかかるから。あ、そのまま、いや、そのまま。あ、でもね、これやるの好きな人多いんですよ。じゃあな、買うのかな。すごいね、こっちもね。ここ食べてきたよね。ただ強がって言うのだけ。お金だったら言うのつけるさ。で、なあ、で話しちゃおりゃな、なんかもう、つながっていってからボケやしんが。焼酎のキープ役のこの佐藤の黒い方でも、あの九州のやつがおるのよ。そいつが仕入れる金額に癒やし値段出してくん、この店。あ、そうなんですか。ここ間違えてラーメン屋と思って来る人いるんですか。なんか隣の、なんてあれ、そうしたよ。で、その覗くってのはやっぱ、なんだここはみたいな感じで。そう、ナゲバーグ、ナゲット。やってない。追い込んでやってない。あ、スーパーで売る。あ、確かに。これもタダです。タダです。ただなんかあるんですか。うん。突き出し最初タダ。ただなんです。チャージもないんですか。そんなんねえな。チャージって何って何言うの。チャージって何言うの。さっきなんか。あ、じゃあまあいわゆるなんかそうドリンクを頼んだからサービスみたいな。ドリンク。今だったら500円お前よ。今生500円ですよ。500円。あ、あとお菓子かな。お菓子。お菓子。そろそろ気分なんで、安すぎるけ、わしらが逆に取れやって言うと、何でも受けるよ。ごちそうさまでした。ネタで